こんにちは。天才リカチマルこと永井リカです。シャキーン。この度天才リカチマルのダウンロードカードボリューム2と3が発売です。イエーイ。今回の内容はボリューム2は金子ゆうきさんと一緒に写真を撮ったり、コケテラリウムを作ったり、一人でハロウィンをしたり、ちぎりを作ったりなどした収録物がこちらに入っております。そしてボリューム3では千葉県の九十九里でのロケツアーを収録しております。そば作り、グランピング、魚釣り、美術館巡りなどなど、本編で見れなかった未公開映像を追加したディレクターズカット版となっております。ぜひ見てください。こちらはボイスガレッジのオンラインショップでお買い求めできますので、皆さんぜひお手に取ってみてください。以上、天才リカチマルからのお知らせでした。バイバーイ。入り始めて南無大師返上金剛と唱えていただきます。さあ、先に歌いながら南無大師返上金剛、なぜ唱えるでしょうか。はい、仏様の力を借りて修行をしますという意味。仏様の力を借りて修行します。はい、まあ、近いですよ。南無大師返上金剛と唱える意味、空海の教えをいただくためにいただいていただいております。密教独自のやり方、滝に打たれながら南無大師返上金剛と唱えていただいております。唱えれば空海が見守ってくれます。また気合が入ります。冷たい水も乗り切れます。息もできます。ですから大きな声、逆に唱えないと多分入ってらんないと思います。南無大師返上金剛と唱えて入っていただいております。応援の方も南無大師返上金剛と声を出しましょう。声を出す、自分が入る以外にも声、応援ということで南無大師返上金剛と声を出す。背中つけていただいて頭を下げれば、安定いたしますので、首肩でちょっと確かめてみて大丈夫そうでしたら後ろに下がっていただいて入っていきましょう。で、頭を下げて南無大師返上金剛と30秒ぐらい。でここでのポイントでですね、その頭痛もそうなんですが、後ろに行けば行くほどこれ水圧が、水量が強くなってきます。で、周りの音もシャットダウンされます。ここで周りの声で南無大師返上金剛と声かけましょう。シャットダウンされてますんでね、この声で助かったよって方もおりましたんで、しっかり声出しましょう。で、道中ちょっと足場悪かったりしますので、足だけでも落ちないように気をつけてください。ということで山登り参ります。はい、山登りどうですか。山登りどうですか。いいですか。滝行よりこの山登りはきつかったって言った人がいました。それぐらいきついもんで、あと 2,3 割ぐらいで着きますので、頑張って登ってください。もうすぐここにあります。思ってたよりも急。怖い。一人安全のところに行ってるけど。いや、結構危なかった。冷たそう、水が。途中で話が途切れちゃったんで、ここで続きを話しますと、そう、川行ってバーベキューしましたね。川沿いでバーベキューするっていうのが夢で、ずっとやっとできたんですけど、すごい楽しかったな。
か水遊びもねできちゃうから、水鉄砲でベーって友達やってすごいはしゃぎました。いやいいっすね、大人って何でもできる。めちゃめちゃ楽しいです。なんか人生で一番楽しい夏でした。あとは美術館も行ったな。美術館っていうかミュージアムとか行ったり、だから感性を磨き体力をつけ、いい汗かいた夏でした。ランドも行ったな。めちゃめちゃ暑かったけど、そのなんか暑いのが苦しいのが生きてるって感じがしてすごい楽しかったです。今日もそんな感じでした。そういうのが楽しいと思える人間でよかったなって思います。大名ですね。お百度参りまでするとは。イサーチ不足でした。